YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田浩一郎です。今回はアニメ平家物語の第4話無門の沙汰を解読したいと思います。今回は主人公の少女琵琶に大きな影響を与えた平重盛が亡くなるという非常に悲しい場面でしたね。で、今回のサブタイトル無門の沙汰は平家物語の町の3人ですね、ある無門という項目に由来しています。その冒頭はこういう始まり方をしているんです。平重盛は生まれながらにして不思議な能力を持った人で、未来のことを前もって悟っておられた。アニメの中では重盛も主人公の琵琶と同じく未来を見通す能力を持っていますが、その設定は多分ここをヒントにしたんだと思います。さあ、重盛はじゃあなぜ未来を見通す能力があると言われたのか。それは重盛が4月の7日にこんな夢を見たからなんです。重盛が海辺を歩いていると大きな鳥居を見つけます。あれはどこの鳥居かと重盛が尋ねると、ある人が春日大明神の鳥居ですと答えます。鳥居の前にはたくさんの人が群がっていました。そのうちに奉仕、まあ、つまり坊主の首が一つ高く掲げられます。あの首は何だと重盛が聞くと、これは平清盛入道の首です。清盛の悪行が過ぎたので、春日大明神が首を取ったんです、との答えが。そこで、重盛の夢は覚めます。重盛は、この夢に衝撃を受け、お父さんの清盛の悪行によって、平家一門の命運も尽きようとしているのかと、過去のこと、未来のことを悩み、涙を流したと言います。するとそこに塔を叩く音が聞こえて、瀬能兼康という武士が入ってきます。聞くところによると、この瀬能兼康も重盛と全く同じ夢を見たというんです。翌日、重盛は息子の平維盛を呼んで、維盛に小ガラスの太刀を与えるんです。その太刀は無門でした。これ無門というのは、門をつけず、蒔絵や彫刻などの装飾を施さないということです。公家が凶器、例えばお葬式などに身につけた門なんですね。ですから、維盛は顔色を変えて、その太刀を見たと言います。重盛は涙を流しつつ、父の清盛が亡くなった時に自分が身につけようと、思っていたが、私は父よりも先に死ぬことになるから、それをお前に差し上げようと、あげようと言ったというんです。重盛は自らの死期を悟っていたんですね。維盛はショックのあまり涙に暮れて、その日は仕事も休んで布団で寝ていたようです。その後、平家物語には重盛が亡くなったことが記されている。今回はサブタイトル無門の沙汰の無門とは何か、どういったエピソードがあるか、その背景を少し探ってみました。それでは歴史家の濱田浩一郎でした。